この企画展は日本画壇の風文字と呼ばれた横山操の歩みをたどるもので生誕100年を記念して開かれました横山操は1920年に新潟県で生まれ14歳で画家を志して上京します昼は下宿先でポスターの制作を手伝い夜は川端画学校夜間部で日本画を学びました 二十歳で従軍し、抑留生活を経て三十歳で帰国します。戦争で失われた十年を取り戻すかのように絵画に打ち込み、荒々しい黒の輪郭線が目を引くダイナミックな作品で注目を集め、人気作家となりましたが、五十三歳の若さで亡くなりました。会場には黒を基調とした独特の色使いで大自然や建造物を描いた代表作をはじめ これまで公開される機会が少なかった初期の作品も展示されていて、横山みさの画業の全貌が紹介されています。生誕100年記念日本画家横山みさ展、その画業と知られざる顔は、明日から11月3日まで県水墨美術館で開かれています。